今日は、フェニックス AI 城に来ています。今年の4月から発売される新商品に関して社長から紹介していただきます。じゃあ社長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは何でしょうか。剣トングです。巻山を認めた。巻山を認めた、はい、剣トング。剣トングでももう出てますよね。出てるんですけども、アルミ製が出てます。はい、あ、そうですね、はい。でステンレス製とチタン製が出ます。はい、それ素材別で出したのって何か意味があるんですか。あんまり意味はない意味はないんだけど、ね。まあ、アルミ薪ストーブとかで作ってたり、うん、まあ、酔っ払ってこんなことしてるとアルミの先端が溶けちゃったりとか。ああ、アルミは融点低いですからね、ええ、溶けやすいんですよね。で、まあ、やっぱりキャンパーチタン欲しいでしょう、うん、そうですね。で、まあ、私今使ってるのはステンレス製なんですけども、まあ、置き火こなんていうかな、うん、結構重くて強いので、アルミよりも強いので、うんうん、置き火ぶたたくの調理ワイルドに使われる方にもおすすめですね。そうですね。まあ、アルミはアルミでいいんですけども、うんうんうん、アルミの割にはものすごいぶっといのとか長いのも、ね、全然ホールドできるんですけども、はいはい、そうですね、はい、やっぱりこう、うん、粗く使うのにちょいちょいしちゃうとかもあったりして、そういう人には、まあ、ステンレスでガシガシ使うのもいいのかなと。剣トング、まあ、はい、私の最初のコンセプトでその、うん、雪にこうぶっ刺す、うん、で、うん、若干今の現行品リニューアルしたんですが、ああ、はいはい、SNS とかではもう、はい、あの出していたんですけども、はい、まあ、こここう持ってやるのが邪魔でお客さんこう折り込んで使ってたりとかしたので、うん、こう稼働して、うん、こうブスッとさせるようにですね、うんうん、オラってこうやれるように。ああ、いいですね。まあ、やんなくてもいいんですけど、まあ、こう吊り下げ用のなのでこう吊り下げててもまあいいんですけどね。まあ、でも私はこう刺すのが結構好きで、うん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 、こういう2種類が出ます。はい、へ、はい、じゃあ次は何でしょうか。これにしようかな、うん、おいい音ですね。黒金の極みっていうやつです。へえ、黒金もフライパンで出ますよね。そうですね。あの元々がこっちなんですよ、うん、黒金。私もこれ結構対応してるんですけども、全然風合いが違うんですよ、うん、材質は同じです、で鋳物でもない、うん、鍛造品でもない、うんうん、独特の風合いというか独特の処理、うんうんうん、いろいろいじってたら、うん、面白いものができてですね、かなり手間かかってるんですけども、手間かかってるので、うん、極みという名前にしました、うんうんうん、ちょっと黒金よりは高くなります。ああ、そうなんですね。本当なんか津軽塗りのような風合いで、うんうん、このまま飾っておきたいぐらいなんですけどね、うんうんうん、ぜひこう近くで手に取ってみてもらっていいですね、うん、肌触りもいいですもんね。なんかこうボコボコしてるっていうか、うん、そうですね、うん、ぜひショップで展示品触れていただければと思います。極みです、これは。黒金フライパンなんですけども、はい、うん、まあ蓋こうやって取ったりね、うん、まあ格好つけてこんなことして刃先を痛める人もいるかもしれませんけどまあ基本こう入るようになってますで収納がですね、はい、ピタッとこう形をこう合わせてあるんですね。おお。で、まあ、ひっくり返して、はい、畳むとこう結構薄いペラペラな感じで。おお、はい。いいですね。で、結構スリムに収まるので、はい、専用の革のケースも、はい、出してますので、はい、黒金ともどもよろしくお願いします。はい。お願いします。こんな感じです。はい。そしたら次は TB ハンドルです。おお、
TV ハンドル、はい、まだ形が本決まりではないんですけども、うん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 、TV ハンドルこれですね。おお、長いやつですね。これですね、うん、2年ぐらい前に作ってたんですよね、はい、で、カタログにつけるのも忘れ、うん、ショップにも置いてたけども、はい、バーコードすらつけてなかったのかな。あ、存在が忘れ去られてたアイテム、はい、私今年の初売りで初めて知りました。大掃除してたらなんだこれ、はい、あ、そういえばこんなのあったわって言って、うんうん、でその当時ですね、はい、ちょっと短かったんですよ。あ、こんなもんかな、うん、今の現行のこの取っ手に比べてですね、はい、ちょっと分かりづらいかな、うん、こんなぐらいだったかな確か。あ、もうちょっと長くしてみました。あ、うん、で、まあ、コメットですね、はい、うん、お、このアングラー描いた状態から、はい、こうですよ。あ、いいですね。お隣に配給みたいな。あ、いいですね。すごい、はい、使い勝手良さそうですね。で改めて、はい、今形状も見直し中で、うん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 、価格も見直し中です。もうちょっと安くするかもしれませんけど、おうおう、すごいいいんですよ。この前も、うん、あのキャンプで使ったんですけど、すごくいいですこれ。でこう穴開いてるんですよ、はい、おう。で当時ですね、うん、あのこう木の枝にこう刺して、うん、でこうフライパンこう乗っけてですね、はい、こう直火的な感じで使おうとして、あ、まあ、そういう使い方もできますし、うんうん、まあ、あまりにもこの、まあ、枝より細い、まあ、このぐらいの細さの 枝だとこうたわんじゃうんで、うんうんうん、そういう場合は丸太にノコギリで切れ目入れてそこにスッと刺したりとかですね、はい、そういったこともできます。でここの長丸ですけども、こうトング入れたりとかね、入れなくてもいいんだけど、うん、入れなくてもいいんだけど、うん、やってみました。まあ、使わないときはこう木にこうぶら下げたりとかね、うんうんうん、こういうとこぶら下げたりとか、うん、してもいいかもしれないですね。まあ、女性キャンパーも何かあったらこれでガーンってやると思う。ご信用に。そうそう、はい、火打ちがね、ともともご信用でしたと思います、はい、TV ハンドルです、はい、で形がまだ決まってないんですけども、はい、なんで決まってないかというと、はい、まあ、先ほど説明した黒金も持てるようにしたいなと思って、はい、試作中ですね、ええ、暫定コメントだけですけども、うん、黒金までいけるように、あ、ちょっと、まあ、期日は迫ってますけども、うんうんうん、なんとか両方いけるようにやろうと思いますね、うんうん、まあ、長さ的にもちょうどいいですね、うんうん、TV ハンドル、はい、うんうん、じゃあそしたら次は何でしょうか。はい、次はですね、ライトハンガーメスティン。ライトハンガーメスティン、はい。ライトハンガーメスティンです。はい。まあ、ライトハンガーメスティンってことはメスティンに入るってことなんだけども、はい、まあ、これが通常のライトハンガーですね。はい。見えてるのかな？入ってます。はい。うん、大丈夫です。ちょっと長さ、うん、定かじゃないけど、4本差しになって、ね、はい、まあ、3本差し、2本差しとかっていろいろ高さ変えれるんですけども。うんうん、メスティンに入れてみたいなということで、作ってみました、はい、これですね、単純に4本から8本になってね、うん、刺すだけなんだけども、より、うん、まあ短くなったことでより細かい高さ調整が効くと、あ、はあ、はあ、うん、これに比べて、うん、まあ、細かい高さ調整が効くんですけども、はい、私ですね、ええ、あの、まあ、LED ライト吊るすだけじゃなくて、うん、この前箸忘れてですね、ええ、これで食ってたんですよ。あ、はい、置いてて、まあ、やれなくはないなって、はい、
で調子に乗って、ここに生肉刺して、こうつけてですね、生肉がここにあるとしてこう焼いたりとか、なるほど、で地面にこう地面に刺して遠火で囲炉裏のように焼いたりとか、そういう使い方もできました、ハンガーだけじゃなくて、串とか五徳とかそういう感じでも使えるということですね。そうですね、まあ、こういう使い方もやるなくはないのかなと思います、お肉こうひっくり返したりとか、ああいいですね、そういった形でメスティに収まる、ライトハンガーメスティ8本使いです、そんなとこですかね、あとはまあもしかしたらお客さんの方でもっと面白い使い方考えるかもしれないんで、自由に使ってください、うちの女性スタッフはあのマシュマロ焼くのにちょうどいいって喋ってましたね。あ、そうですね、あの、うちの女性スタッフの竹内さんがメスティンサイズが欲しいということで、こんな感じでね作ってみたらあ、いいなって、メスティンシリーズなんですけども、スモーキーお、スモーキーという名前の、メスティン専用燻製機ですね、まあ、今更感もあるんですけども、作ってみたら非常に良かったです、で、まあ、本来メスティンで燻製やるのはすごいリスクがあって、やりすぎちゃうと空炊きしちゃうと穴開いちゃうんで、中火から弱火で7、8分ってとこだとは思うんですけどもね、まあ、固形燃料とかだと1回分で多分大丈夫だと思うんですけども、これ木製チップで、まあ、これがスモーキーのプロトタイプですね。プロトタイプということはデザインまだ変わるっていう感じですか？そうですね、もうちょっとかっこよくなりますね。ああいいですね、これの使い方ですが、3パターンの使い方があります、で1つは、まあ、100均とかでもよくあるんですけどね、蒸し器としてお水入れて、この状態で、まあ、なんだ小籠包とかシューマイとかシューマイとか入れて、まあ、蒸して、そういう使い方ですね、あとはまあ大きい食材なんかは、まあ、このままチップ入れて、これでまあ蓋しても、まあ、燻製にはなるんですけども、結構みっちり蓋しちゃうとでやりすぎた感が出ちゃうので、それでですね、我々はこう試行錯誤して、こう足が跳ね上がってですね、まあ、チップ入れてから、落とし込んで、蓋をすると、ギリギリ蓋閉まってるか閉まってないか分かんないぐらいのところで止まれるんです、まあ、若干隙間が空いて煙が逃げるようにできてるんですね、軽く本当に乗っかったぐらいの感じ、そうするとこうやりすぎないっていうか、和やかな感じになるんですね、でもしっかりこう燻製になってました。色もしっかりついて、うずらの卵とかやったらもう絶品でね、でトレイもついてるんですけども、この少ないスペースの中で2段にして、たくさん燻製したいと、なのでまあ下に例えばウインナー入れて、上はチーズとかね、シシャも入れて、下はまあ別なお肉とか、まあ、さまざま2段階で調理できます、あの汁が出るものとか溶けやすいものとかをトレーに乗せると調理しやすいですね。で私これ家とか、ホームパーティー的な感じで、これやるんですけども、まあみんな喜びます、いいですね、でメスティンなんでそんな食材やれないじゃんってなっても2段なので、まあ高さは限られますけどね、あ
そうです、ね、でもこんなに分厚いのはやらないんで、だいたいこのぐらいで、いろいろ試しましたけど、だいたい大丈夫です。いいですね。家でもあの換気扇の下でやれますからね、コンパクトなんで、はい、ちょっとした一品作るのにも便利かなと思います。でもう一つの使い方なんですけども、はい、まあ、ここに固形燃料とかアルスを乗っけて、はい、普通に焼き台として調理台としてこう使います。まあ、風防とかはないんでね、風来ちゃうとちょっとまずいんですけども、うんうん、でまあ、固形燃料の匂いつけたくなければ、うん、まあ、トレー敷いてトレーの上に固形燃料乗っけてもいいんだけど、うんうん、まあ、このトレーも固形燃料の匂いつくんで、まあ、お任せで、そうですね、こういうやり方しても別に構いませんよ、うんうんうん、この3パターンです。はい、サイズはメスティンサイズだけですか？ラージメスティンサイズもご用意してますんで、ご用意してますんでなんだ、テレビショッピングみたいな感じになっちゃった。2サイズの展開ですので、そうですね、はい、このサイケデリックなフォントがかっこいい感じで、うんうんうん、まあ本当簡単にできます、はい、自分も燻製機とかあるんですよ、2つぐらい買って、うん、なんかこんなでっかい温度計ついたやつも持ってるんですけども、なんか失敗するんですよ、ね、これで失敗したこと一回もないですね、そんな感じですスモーキーです。はい、じゃあ次は何でしょうか。あまり決まってないけど出しますか、はい、私が作りたくて、うんうん、勝手に作ったやつなんですけど、うんうん、キャンプ用品なのか、うん、どうなのか分かりませんけども、はい、こういったものですね。食い飲みって感じですかね。そうですね、うんうん、私日本酒好きでよくいろんなところでも飲むんですけども、私が使ってるのは、はい、これよりちょっと深い芋のやつ使ってるんですよ。で芋のやつめちゃくちゃずっしりきて重いんだけど、その重さが気に入って使ってて、これに二層式でも何でもなくて、ステンレスの 2mm を絞り込んだ、金型で絞り込んだ商品なんですけども、その芋のはこれよりちょっとずっしり重いんですけども、うんうん、それで飲むのがすごい良くて、うん、でも錆びるんですよ芋のなので。ああそうなんですね。いや参ったなと思って、うん、まあ、じゃあ作ってみようかってことで、うんうん、2mm の絞り出しってすごく難しいんですけども、うん、まあ、頑張って、うちのスタッフが頑張って作ってですね、うんうん、いいものができました、うん、でこれですね、うん、起き上がりこぼしなんですよ。おーおーおー、非常に縁起のいい感じでですね、はい、倒れないし、あとステンレスなので割れないですしね。そうですね、落っことしても、はい、全然、うん、いいですね、うん、でまあ和なものなので、うん、フェニックスライズの刻印は打ってますけども、まあ漢字の やつも作ってみました。2種類、もともと刻印変えて種類増える可能性もあるんですけども、うんうんうん、今現時点ではこの2種類を出します、うん、はい、じゃあ社長次は何でしょうか。はい、最後になります。はい、汚い袋ですけど、ね、それは戦闘鉄板ですね。戦闘鉄板、うんうん、はい、これあ、見えないあ、大丈夫です、大丈夫。お、あ、ちっちゃいバージョンですね。はい、はい、ちっちゃいの作りました。はい、名前なんて言うんですか。虎鉄と言いますね。かわいいですね。かわいいんですよ、これ、うん、すんげえかわいい。この取っ手なんかもこう、首に下げたくなるぐらい。あー、いいですね戦闘鉄板ユーザーの方も、そうでない方もぜひ。そうですね、こうサイズ違い、こんな感じで。なんなんだよ、これ、うん、そもそも、うん、これが何なんだっていう話ですね、はい、そもそも戦闘鉄板とは、まあ、戦闘飯盒二型とかそれに付随する二型チックなのがこうたくさん出てるんですけども、うんうんうん、まあ、それ、まあ、専用みたいな形でこう収まる鉄板を作りました、うんうん、
で、まあこれで調理しても別に問題ないんですけどね。うんうんうん、まあ、ただアルミなので、うん、こう穴開いちゃったりとかもする時あるんで、まあ、じっくり鉄板で焼きたい人用に作ってみたんですけど、うんうん、かなりこれ人気でですね、うん、うちで一番のヒット商品になってるんですけど、そうですね、はい、でまあチタン製っていうのもあって、うん、こうですね、これチタン製、はい、まあすごい軽くて、うん、いいんですよ、うん、で、まあ、このぐらいのサイズ感で、うん、小さすぎませんかってこうよく聞かれるんですけども、うん、ソロキャンプしてて、うん、まあそうですね、一切れのお肉焼くときに一番いいタイミングで焼いて食べる、うん、あそれをチビ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 やってると、うん、実際このぐらいのサイズで全然十分なんですね。ファミリー向けじゃないですね。ファミリーだともう大きい鉄板で焼いてもう回転率上げて、うんはい、食べて次焼くよって感じなんですけども、うん、おっさん一人でこれで、うん、こう火見ながらこうジューって焼いて食べる、うん、まあこれでちょうどいいんですよ、うん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 、でこれなんでこれ作ったのっていう話なんですけども、はい、まあただ単に海苔で作りました海苔海苔です。それ以外の何物でもないです。小さいと言われてる鉄板のさらに小さいバージョンって、そうですね、もう世界最小鉄板かもしれませんね。うんうんうん、まあ、後付けのコンセプトですけどシャウエッセ2本焼けたら合格っていう。ああなるほど。で私、まあ、作ってる人間なんで贅沢にも2つ使用しててですね、鉄板の方は焼きで使って、うん、チタンの方は焼けばいいのに、うん、なぜか醤油皿とかそういうのに使って、うん、あかきピ入れたりとかして、はいはい、そういうなんか変な優越感で使ってたりするんですけども、うんうんうん、まあこの小さいやつは、鶏皿とか醤油皿とか、ああいいですね、にも入れてもいいのかな、うん、まあ海苔で作ったんで、まあ使い方はお客さんね好きにやってくださいって感じなんですけども、うんうんうん、一応こうぶら下げれるようにですね紐が通るように穴つけてたりとか、うんうん、この鉄板の方にもちょっと 穴っぽくつけてたりとかするんですけども、うんうん、で種類は、はい、鉄とアルミとステンレスとチタンの4種類出します。4種類出てるんですね。はい、うん、ちょっとすごくややこしい謎のアイテムにはなるんですけども、うんうん、一応そういう風にします、うん、誰が買うのか分かりませんすごく可愛いですこれ、うんうん、いや本当に首に下げたくなる感じのやつですね、うん、金属ごとにその重い軽いとかありますからね。そうですね、用途に応じてお選びいただければという感じですね。そうですね、これ昨日できたばっかりの出来たてほやほやの商品です、うんうん、4月発売なんでね、こてつよろしくお願いします。これで以上です。社長、今回の新商品なんですけども、はい、まあ、バリエーション、はい、現行商品の、まあ、素材違いだったりとか、サイズ違いとか、うん、結構かゆいところに手の届くティアが多いのかなと思ったんですけども、はい、そうですね、1年経ってお客さんの声聞いてこういうの欲しいなっていうのを、うん、今回盛り込んでみました、うんうん、去年ちょっと出しすぎたんで、あまあでも今現在進行形でまだ公表してないのは何個か残ってますんで、うん、タクティカルのやつとか、あ、はい、やってますんで、近々それも出します。はい、4月以降順次、発売ですのでぜひお楽しみに。よろしくお願いします。あ、うまっ。うまいっすね。ああ、いいね。